ここから今日のスタートにして演者の鎌田先生をご紹介いたします。岩手では長かったので硬い司会は得意なんですけど、ちょっと砕きながらやりたいなと思いますけど、多分皆さん鎌田先生の信者というのはいろいろお詳しいんだと思いますが、一応肩通り来たらと思いますけど、昭和35年お生まれでございます。盛岡第一高等学校を卒業なさって埼玉医大に行かれた。でここから先が少し関節特徴があるんですね。中央病院の方で研修なさって腕を磨かれて、そこで岩手での行われたと。で平成元年と平成5年2行にわたって書いてると思うんですけど、よく見ると上が内科って書いてあるんですね。下は今度外科って書いてあるんですね。ここが非常にこの得意なといいますか、この先生の他の先生からあまり感じないこのエネルギーの源じゃないかなと思っています。でこの平成9年の循環器療センターというのは岩手県の医療を劇的に変えた。岩手県に行くと心臓病が治る、ここからも届くようになったという、そこの花形でいらしたということでございます。で平成10年におそらく惜しまれつつ岩手県で現在の経緯、現在の場所が違いますに、解説なさったそういった経緯でございます。で先生の資格はこの後数多く出てまいりますが、まず基本的なところは内科の認定や、特に王道はこの循環、僕が消化に関わる先生は循環というところなんですが、これまた普通と違うところがスポーツドクターもいらっしゃると、なんとなく整形外科の先生とかイメージが分かるんじゃないかなと思うんですけど、心臓内科の先生でこれをお持ちで、資格って持ってるだけの人みたいなんですけど、しっかりそれを全部にお使いになるということでございます。でこの世話に等々はやっぱこれですね、先生今ライフワーク死ぬまでやるとおっしゃってましたけど、踊り健康教室とやりになって、僕もさっき言いましたけど先月参加させていただいて、僕なんか立場上その学会主体とか岩手大主催のこういう会は何度もやってきましたけど、先月拝聴しても熱気が全然違うんですね。皆さんの熱心さとか非常に素晴らしい会だなと思っております。とは5回目の去ってもこの下の方ですね、いくつか研究会をやりなくて、これも医者仲間からするとまずないところですね。他普通のクリニックの先生はここで代表世話人というのはありえないですね。ここは僕初めて見ましたけど、改めて尊敬すべき先輩でございます。得意はもう本当に皆さんご存知だと思います。ただ全然いろんな講演なさって今日はアンチエイジングとかやられるんで、もしかしたらごく一部の方はそうかとなるかも分かりません。今心筋梗塞狭心症、一瞬で命に関わる重要な病気、体験によっては非常に病気になる方が多い。そこにまた影響を受けて、そして経歴にもあったように内科医が本業でございますが、手術に関するその術後、術前術後の管理、多分これが見事に両方できる方っていうのは県内の一人しかいらっしゃらないんだろうと、そのように推察いたします。とは今のクリニックではもちろん血圧、高脂血症、糖尿病、こういったことが最終的に心臓の血管の病気につながりますので、ここから一から患者さんと向き合うというのが非常に重要なんだろうと思います。で、ここですね、先生ご自分で書いたんじゃないと強調しておられましたが、そのままによりますと、臨床医学の岩手県の第一人者であられる運動性通し腎臓リハビリの第一人者でございます。この手自分で書いたんじゃないんですか。通信先生がスポーツドクターとして活躍、そして今日のアンチエイジング、幅広い人脈、焦点、マスコミなどに顔が広いから言ってもじゃございません。広いだけじゃなくてしっかり人望が終わりだと、そこが大事ですね。熱い男、熱い男ですね。この間僕朝6時に電話いただいて、暑いというか寝ない男ですね。今日も寝てないそうですけれども、そんな先生の熱い講演を僕も楽しみにして、呼ばれなくても今日来るつもりでしたけど、壇上に声を上げていただいてどうもありがとうございます。先生今日2部構成ですよね。こちらに行ってやそうですので、や先生早速よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。店長は何番さん、では145回目、今日はアンチエイジング、効果でいい、アマナウですね、つまり年を取っていくことに抵抗するアマナウことが
まあ、医学といえば医学だし、あの前唾が、ものもあります。ですから、いろいろ所作選択しながら前やっていく。で、今まであの大阪大学の森下隆一先生とか、先般は鶴見大学の斉藤一郎先生という、まあ、その日本の高科で医学のナンバーワン、ナンバーツーには経済というんですけれども、まあ、そういう方々のお話なども聞きながら、まあ、勉強しているところです。まあ、その中でもし、まあ、この盛岡でも、まあ、私が何かやっていることがこれに、まあ、結びつかないかということで、あの考えておりましたので、まあ、盛岡でも何かしら実践できることがあるとしたらそれはご紹介したいと、あるいは僕が自分がやっているものです。まあ、食事療法、運動療法、まあ、薬っていうのは、まあ、医者としては、まあ、これが三本柱、まあ、あと、まあ、注射やサプリメントなどでそういう医療を補完するとか、あと僕は今あの実は時間医学っていうのにはとても興味があって、人間のそのサーカディアンリズムという、まあ、サイクル、朝からどういうふうにこうホルモンが上がるか、そういう、まあ、時間医学を導入して、まあ、睡眠などもちゃんととることが、高加齢につながるのではないかというようなことで締めたいと思います。まあ、前半は、まあ、健康寿命の話、動脈硬化、まあ、我々がやっていること、まあ、診察こそが我々の命であるという、まあ、今後の予定などをお話します。その後に、多分3時10分から20分ほど、いわゆる有名なテレビご視聴に民謡三味線をここでご披露させていただきます。僕はいろいろやってるんですけど、だしの野組の野組でお世話になっている方でございまして、皆さん老若男女問わず今日は楽しめるのではないかと思います。で、後半は栄養指導の実際であるとか薬サプリメント、まあ、注射の話とか、あと、まあ、運動療法が専門ですので、あと特殊外来のお話などをして、で最後に、まあ、体内時計とスリーピングというような気持ちであります。いつもお話します、健康というのはもちろん病気のない状態を言いますけれども、まあ、それは今さら身体的精神的なものはもちろん、さらにはどんなに病に倒れ傷ついた人でも、もし社会にで環境に適応して自分の能力を発揮できる機会があるとしたら、それは素晴らしいものであります。心臓リハビリテーションのトップの先生はおっしゃいました。自分の足で立ってどこへでも好きなところへ行ける自由度があって、そして人生が楽しいという心地よさを味わえること、そのことが健康である。しかし一方では健康は宝で、健康のためならタバコも酒も全て犠牲にするなんていう、健康のためなら死んでもいいというのはこれまた論外であります。まあ、高齢者というか現在の日本の問題は、まあ、血管障害などによって当たったりして、まあ、こちらが、生まれてこちらが、まあ、亡くなるという、まあ、グラフだとすれば、人生の最後のところに、介護を要するような期間がどうしても多いと。で、近年それが平均7年あるのだと言われたりします。まあ、データはいろいろありますけど、つまり日本は、長い間世界に名実ともに平均寿命が長いんだ長いんだと言ってきたんだけれども、実はその一方では健康寿命自体、平均寿命から介護の部分を差し引いたものは案外短いのではないかという反省に立っているわけです。心身ともに自立した活動的な状態で生存できる期間、それを健康寿命の定義とした場合に、我々は元気でパタッと倒れるというのが理想だろうとは思います。ソクラテスは言いました、生きることではなくてそのウェルに生きる、よく生きることこそ何よりも大切であって、二十歳の女の子が歯周病になるはずもないし、25の男の子が明日俺は何か起きるかもしれないなどと思うはずがない。だけども年を重ねるごとに健康でありたいという思いが深くなるし、病を一つ二つと経てしまえばやはり人間はいろんな思いにとらわれるわけであります。今日はスライドがですね、250枚上がったんですね。これを最後消そうと思ったけど、徹夜で消せなくて、今日全部やりますから早いです。でも僕のやり方としては、聞いた後でよく分かるところを見るので、お許しください。今日早口です。
で病気は二次予防は実は簡単です。今心筋梗塞を患った患者さんがもう一回心筋梗塞を患うかどうかというと、かなりそれに関してはそのバリアがしっかりしているし、その再発進行を防ぐということの、まあ、周囲あるいは本人の要因もいろいろできるんですけれど、一次予防は本当に難しい。今病気でない人が何の原因も実は全く分かっていないところの病気が芽生えるまでに何か対策をしようってんですから、これはですから仮に、後で述べるようなメタボリック症候群の要素を抑えていって一時予防しようという国策がありますけれども、もっともっとベーシックにご飯をどう食べるかとか野菜をどう取るかとか、よく散歩をするとか、そんなことが解明されていないものに対するチャレンジはそこにしかないだろうと。今日のアンチエイジングの結論はそこにあります。ともあれ自分の健康は自分で作る、自分で守るし、僕は簡単にお話します。あなたの主治医があなたでも僕って感じであります。さて生活習慣病は行政用語です。メタボリック症候群は高血圧と油と糖尿、これは3つの大きな病気、もちろん痛風とかもありますが、そこに肥満という要素を入れて、つまり、ウエストが85の男90の女ということに、これらがどういうふうに複雑に絡み合ってくるかによって点数化して、受けておられる方もいますが、特定健診から特定保健指導というようなことをやっているのは、国策。これらの緑のもの、歯周病やうつ病、ある種のがんも生活習慣病といいますけど、そういったものが特に今血管に限定すれば、この赤の、我々が扱っている心臓病患者さん その血管、あるいは脳に行く血管にも悪さをするのではないかという、そういうモデルであります。さてアンチエイジング、この上がらう効果で、自分の内部の老化をちゃんと理解して、老化による異常や歪みなどを是正して、健やかに生きていくことに他なりません。先般鶴見大学の斉藤一郎教授は僕にこう言いました。脳や目、口、肌、筋肉、血管などの臓器はもちろん、しかし考え方や生き方、そういうことまでどこをとっても若々しい姿にアンタイエイジングの真のゴールだと。 なるほどそうだろうと思います。いわゆる歯を心理してきれいにしてピッカピカの歯をしてても、それが似合わないような人間ではダメだということを歯科医が提言したわけであります。老化は治療可能なありは少なくとも進行を遅らせることのできる病気であると解しております。ですからついつい今日も70人ぐらいの患者さんも頑張ってみましたけど、やっぱり それはもう年だからねって言って、年だからもうしゃあないでしょって僕も言いたいし、もう顔見てたまには言いますけど、だけどもう年だからはやっぱり筋肉、言われた患者さんもかわいそうなんだけど、僕もヘロヘロだからちょっとたまに言いますけど、あまり言いません。で長野県のいろんな試みなどによれば、あるいは科学は今何事もなければ120歳までちゃんと生きて、でピンピンコロリと、でこれは PPK というそうですけれども、目指せ120歳でピンピンコロリ PPK ということで、失礼しました。桜島大根でございます。要は実践することとすれば、色の濃い野菜、抗酸化物質をちゃんと取れなどということ、これは名優である宮田恵先生などのお話をまた用意してございますので、後で。だから腹八分目の食事は無理、酒は控えめは無理、紫外線は、昼間、平日昼間外の光を浴びることは不可能ですね。脱ストレス、禁煙は当然っていう。からやはり僕ぐらい年を取ってくると、あけぼのの体みたいになっちゃった、胴体が鉄人28号みたいになって、手足が細いっていう恥ずかしい体になって、太ももやお尻がペショッとしちゃった、それダメということです。でよく眠るということですね。その詳細は後で。メタボリックドミノは、生活習慣や肥満などがこういう川の流れの上流にあって、ちょっと飛ばしますけど、非常に
もう非常に厳しい、本当にエンドスタジアムな厳しい病気の最後の終末形、閉塞性動脈硬化では足を切ったり、当たって何かがあるのか、チーム前でもあまり起業ができない、ね、そういうようなもの、まあ、一般には、太い血管がやられますから、多分脂肪の問題などもある。一方近年どうしても未解決ゾーンは糖尿病であります。ですから糖尿の細い血管が、腎臓や目や神経などに悪さをして、まあ、本当に不幸な天気で透析になったり目を失ったりするようなことがございます。こういうメタボリックドミノを、まあ、これは医療の話ですけれど、できるだけ上流でせき止めるということを、もし、実践できれば、当然それは加齢に甘なことと同じ意味であります。さて心臓はここに太い血管があるの、右の冠動脈、左の冠動脈は1本あって、それが前と後ろ側に行って、お相撲さんのふんどしのようにして心臓の筋肉に血液を供給します。例えば今左側の冠状動脈の中枢のところが詰まったら、ほぼ間違いなく死にます。左の血管が詰まった場合に全て甲羅が全部血がいかなくなりますので、心臓のサシリスというポンプ失調、重大なポンプがダメになりますから、まず助かることはない。だから右も実は怖くて、あ、こっちが人の体の右ですから、右の冠動脈の中枢が詰まれば、実はこっちに電気を司るものがありますので、それは電気死するわけですね、不整脈死ですから。中枢であればあるほど厳しい、中枢の血管が詰まらないように、どうせ詰まるなら端っこの方、最後の方で詰まってけでって感じです。これは本当で、例えば今高血圧、今血液がここからこちらに流れるとしますと、赤血球だなんだ、血液の成分あるいは水の成分が、この、まあ、これを心臓の血管とかでしますと、冠動脈の内腔を流れながら、血圧が高いということでプレッシャーが高い、パンチするんですね。物理的にパンチ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 ってやるもんだから、少しずつここの血管の内細胞というのは障害されて、まあ、太ってくると。で一方油はもうちょっと化学的なメカニズムで、血液の中 の、 その、まあ、油のようなもの、ドロドロとしたものがその動脈硬化の中に侵入したり破ったり、まあ、さらにそこでより硬くなったり、時におかゆのように柔らかくなったりするようなことを起こします。さらには糖尿病は、まあ、腐ったブドウ酒みたいなものですから、 それがまあネロネロとネロネロとして、さらにそこに化学的な変化をきたす。以上の3つがもし合併する、いいですか、メタボリック症候群は肥満にこの3つ、そういうものが合併すれば、できた動脈硬化に対してさらにパンチパンチパンチで化学的に入り込むというようなことを経ていって、結果ここの内腔が狭くなるわけですね。狭くなると狭いところを通ろうとしますから、ますますプレッシャーがかかる。だからここはますます圧が高いから、どん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 加速度的に急に行くと。でかつて、それで現在そういうことを起こす動脈硬化に歯医者さんなどとの研究で、まあ、ある種の歯周病菌なども関与しているなどということも分かってまいりました。ですから歯をよく磨きましょう。でこれ今の血管をちくわをちょきんと短縮で切ったとすると、我々は、1999年ぐらいまでの論文では、これがさっき言った動脈硬化 のガジガジな部分とか柔らかい部分ですけど、こういう状態では決してその心筋梗塞、完全に血管は詰まらないと若い時に習ったんです。それは何となく分かると思うんですけど、血流血管の中が何ここは血流が流れてますけど、詰まってないんだから詰まらないはずなんですけど、1999年あたりからはこういう状態であっても、この誤解のようなプラークがプチッと破けて、その部分を補修する、人間の体を何とかしようとして自らの血小板などが凝集して血栓を作ってしまって、そのことによりせっかくちゃんと通っていた内腔という部分が完全閉塞すると。ここ大事なんですよ。つまり高齢者で冠動脈がボロボロでなければ心筋梗塞は起きるはずがなかったのに、35歳の、岩手銀行の、で地獄のような日々の中にいるような銀行マンがポンと35歳で心筋梗塞です。そういうようなことが
なぜ起きるかは僕らはよく分からなかったんですけども、それがやがて明らかになって、それは今言ったようにここに破れたらそこを自らの血栓で覆い隠してしまってダラ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 となって詰まると。ですから何を言いたいかというと、あの僕は53ですけど、僕なんかはもう当然あのこんなのあるわけだから、あのいつなるかわからない、そういうものであります。ここの概念があの2000年を境にまるで変わってしまったというふうにはもう強調させていただきます。そこで岩手医大の循環器医療センターでは、循環放射線科の先般教授になりましたけど、あのうちの健康教室でも2回まで、あの僕の同級生なんですけど、あの吉岡先生があの世界数台のマシーンで、しかも彼が作った研究で作ったソフトによる冠動脈 CT の進歩が、これも日本一、つまりワールドワンで、冠動脈 CT をやれば、さっきに言った冠動脈の内腔が内側のところがどうだこうだは、ちょっと難しい話ですけど、造影剤は内側のところを見てるだけなんですよ。その管の中は造影剤がヒヨッと取って、それをパシャパシャと写真撮るから中は見れるけど、本当に今ここにあるこの茎のこの部分が、あの外側も中もネロネロしてるとか、外側がガチガチに硬いとかっていうのは分からないわけ、なんと冠動脈造影剤、ね、だけど それを CT はよく分かると。そういう意味ではCT の方が優れていることもあって、じゃあ見えないものを見ようってわけですから、そういう研究により見えるようになってきたということで、あの大変なことです。だから僕らは、もう覚醒の感があって、あの冠動脈 CT が出てしまって、なおかつ吉岡が研究し尽くしているがために、あの医療のやり方がまるで変わったんですよ。僕は運動負荷心電図屋ですので、あの患者さんが狭心症でガチガチに血管が狭いかどうかっていうのを見るのに、ひたすら患者さんにあのトレッドミルか自転車こませて、あの心電図変化があって、それをその心筋心地ってやつで見てどうなのかななんていうのを見てたんですけど、そんなこともうなし、あのもう実はもう役目がなくなっちゃうんですよ。大学に僕今戻ってもいる場所なし、吉岡のせいです。でこれはもう外来でできますけど、まあ、大学はそれなりに資金が高いので、あの森の教授にお願いしてやります。これの問題はたった一つ、造影剤、まだ造影剤を使うので、静脈から造影剤を使うので、あの稀にアレルギーの問題があって、あのできなかったりすることがある。ただ少量ですし、造影剤も昔と違って質がいいので、大体はクリア。で今言ったように、冠動脈の動脈硬化、切開化などがかなりの精度で判定できるようになったと。内腔だけではない、ここでし。で、狭心症が疑われた場合に、僕は間髪を入れずに紹介してますので、まあ、あの岩手大の循環器療センターの冠動脈 CT 占有率は第1位ですけど、威張ることでもないですけど、第1位。吉岡にすぐ電話した。はい、やってねって感じです。それで、心臓も老化をします。心臓の中の左心室の筋肉が、よく肥大する。皆さん心臓の筋肉が肥大する、これは何のことはない。やはりあの例えば先生、遠藤先生は肝硬変になるというと、やっぱり肝臓がガチガチに硬くなると、やはりあのそのエイジングっていうのはいろんな意味で硬くなったり、なんだろうな、あの しなくなるわけですね。いろいろ硬くなるのが病気ですから、心臓の筋肉も硬く太ったりしていく、あるいは冠動脈に問題があって血が乏しくなれば悲鳴を上げる、まあ、そういうこと、実際に血管のあたりで切開化があって、そういうのが老化であります。で、今日の本題とは違いますけれども、今動結節というあの心臓のは電気をピッピとこう 発信する動結節の細胞があるんですけど、それでみんなあの心優しき心臓働き者は自分で意識しないでも普通に動いてるわけなんですけど、その心臓のピッピという補聴鳥、ペースメーカー、この補聴鳥が、補聴鳥を司る細胞の機能や数がダメになっていく。そうするとダメになるから、それを人間代償しようとして、なんとかそのあたりからパチ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 ファイヤーファイヤーって電気を出す。そうするとファイヤーファイヤーってそれが下につながっていって心房細動になると。つまり心房細動は自分の体をなんとかしようという現れではありますけれども、そういうことのためにいろいろ問題となって、心臓の中がピロンと膨らんで大きくなったところに血栓ができて、それがポーンと飛んでしまうとかいうストーリーをあのこの際だから喋っちゃいます。さて、我々中核専門医は何
をやはり思っているかというと、自分が関わっている関わっていないに関わらず、やはり多くの人が突然死されたら嫌だなと、突然死してほしくない。それから、もし狭心症、昔の古典的な狭心症で、500メートル歩くと決まって胸が痛くなってニトロを舐めた、まあ、今そういう人いませんけど、そういう人がいたら、3キロ歩いてもそれが出なくなるように、その人のクオリティオブライフを、重生度、生活の質を上げたいと。そのためにいろんなことを駆使して頭を駆使して機械を使って面々と診療、科学、研究をしてきているわけです。それは内科医、外科医問わず同じであって、僕はやっぱり心臓外科医とずっと付き合ってきましたけど、目指しているものは一緒。今循環診療には3つの柱があって、生活指導です。でここがまさしく、アンチエイジングの話です。例えばナースが生活指導する、やはりプロが見たらこの人の生活習慣が異常、例えば歯を磨かない人がいたらちゃんと歯を磨かないならんという話だし、管理栄養士さんが食事のことを厳禁にして、心筋梗塞を患ったお父さんのお母さん、奥様を呼んできて、やっぱりちゃんとその佐藤家なら佐藤家の食事を振り返って帰り見て何か治せやしないか、だから理学療法士や運動療法士同士による運動療法をする。一方最近では臨床心理士、心理療法士によるカウンセリングすら必要になってきています。で薬物療法としては、循環専門医にしてみたら当たり前の標準治療がありますから、そういう治療を施すわけですし、そういうことをやっている医者を薬剤師はきちんとチェックしていく。でこの頃どうしても僕のジレンマは、薬をいろいろ駆使してもどうしようもないこともあって、マシン不全とか、そうすると、循環器療センターや中央病院にお願いして、侵襲的と言いますけど、針を刺したり胸を開けたりするというような薬でない治療などもやらなければならない。だけどこういうことまでいかないまでも、具合悪い具合悪いっていうおばあちゃん多いわけで、そうすると後で述べるような抗炎剤も給点のようなサプリメントなども模索するということになります。さて岩手県っていうのは空気がうまい、水がうまい、ご飯がうまい、酒がうまい、人が素朴で親切でない人もいる、季節がはっきりしている、海も山もある、温泉が多い、人間が住むべきところである。で多分ことに盛岡医療圏はちゃんとしている医療だと思います。皆さん そうでもないとご不満もあろうかと思いますけど、岩手医大は僕は OB ではありませんが、やはり良い医者、良医を育成するっていうところはね、センターよりいいんですよ。でどうせ心筋梗塞になるなら岩手でなろうと、で温泉行くなら岩手に行って、いつどこで倒れても誰かが助けてくれるからっていうのを、平成2年平森教授が盛岡に国立循環器病センターから舞い降りてこのポスターを作りました。でこのポスターで我々をその気にさせて、見事にコロッと騙されたような25年僕心臓やってますけど、こういうスローガンでした。ね、今森の教授という新しい教授がまたさらにそれを彷彿させることをしているので、僕は開業医でありながらなんか大学にいるような気持ちにしております。で僕のクリニックの2階ですけど、今ちょっとだいぶ薄汚れてますけど、アトムですね。でこのアトムを12月に、お呼びしてつけて、その3ヶ月後に震災がありました。やっぱり僕の猫です。かわいいでしょ。サービスです。で内科と外科のちょっと簡単ですけど、さっき言った心臓の冠動脈を、内科医はその場所を風船で膨らます、しかし再狭窄があるので詰まっちゃうのでステントを入れて、今そのステントがもうものすごく縦横無尽なものができたり、中に抗がん剤を塗ったり、いろんなことをやって質が良くなって再狭窄がかなりなくなりました。これ内科医の技。外科は例えば今この左の前隔を、さっきここが詰まると死ぬと言いましたけど、後発部位であるこの左の前隔を、前のふんどし の筋的のことですね、ここに行く、ここが狭いとすれば内科医はここをステントで開く、ね、でも外科医は
ここのところを避けて心臓から大動脈で全身に血液を送る、この左の例えば、左の鎖骨下動脈の枝である左内胸動脈、これは内側の胸を張ってるんですけど、そこのそこを剥離して内胸動脈、内胸動脈をここにつなぐんですね。そうするとどういうことが起きるかというと、ここから血流がこういってこうピューッとこういうふうに流れていって、ここを養う、ここから先ここを養うので、ここのところに問題があったとしても迂回路で全体を助けることができるっていうのは外科医の概念でも、答えを言っちゃいますけど、このバイパスが素晴らしいとこの狭いところは詰まるんです、必ずほぼ必ず。この血流がとてもスーパーなために、ここからこっちにも流れるんですね、こっちにも流れていって、まあここらを養うけれども、このフロー、この血流はこいつにより弱いので、弱くなっちゃうので、ここはもう詰まっちゃうんですよ。つまり内科医が散々ステント風船で開いてステントを入れて開こうとした血管を外科医はいとも簡単に死になさいと言ってバイパスを使う、ね、だけどもし今こういう患者さん、ここも狭いとか、こうやってバイパス手術をします、一方例えばここが狭くなったのでここにステントを入れましたという患者さんがここに今おられたとしても、また次に ここが詰まるかもしれないと、分かりますか、またここが詰まってくるかもしれない。そうするとまたステントを入れたりバイパスするのかという話になってきて、だから実は内科医も外科医もいろいろやるんだけれども、やっぱり何が大事かというと、ここの血管が動脈硬化をきたして詰まったりしないように、一次予防というか二次予防というか、そういうふうにしていかなきゃいけないっていうことが残っちゃうだけなんですよ。いろいろやって、だから私のクリニックで手術もしてる、ステントも5本入ってる で頑張って生きてる、不整脈もあるで、いつもかが詰まるかもしれない、だから大量に薬をもらえる、だけどそれは今の科学では多分ベストなので、それをやりながら、あと何かあったら必ず僕に電話だよっていうことで、まあ、やってますけど、人間がそのここが明日どうなるかは再三言いますけど、原因が分かってないんだから、いつまでたっても分からないから、用意はしなきゃならないけれども、こういうものであるということを患者さんというか一般の人がよく理解しないと、なんたら3年前にバイパス手術したのに まだ詰まってるんだよってね、それで循環センターの心臓外科医のせいにしちゃダメ、もう4日で詰まるんだから、そんなのはね、いいですか、健康休息は13年前、そもそもはこういうその再三言う心筋梗塞などの心疾患の基盤には生活習慣病があって、その予防に栄養指導や運動療法が有効であることは当然なんですけど、私が限られた外来で患者への指導などを十分にやれないのが当たり前なわけですから、まあ、そういう意味で教育啓蒙活動一環として、まあ、診療時間外の集団指導であるという教室をそもそも構想したわけです、これは100回ぐらいやった時に平成21年にあって日報で当時は日報の記者で村上君っていうのがいて、今となっては僕はすごく友達、今八戸にいるんだけど、あっちじゃねえや、八戸にいて盛岡行くでは可愛がってますけど、その村上が最初この記事を紙に僕のところに来た時に僕がどんな人間かは村上は知らないので、こんな怖い顔で撮ったんですね確かに僕はどんどん穏やかなのにこんな顔、そしたらこの新聞が載ったやつ、日報 その5月何日だかの朝におふくろが電話を起こしてきて、あんたなんたら怖い顔してる、何か怒ってたのかつかって、いやそうじゃないんだけども、どちらかというと何か喋ってる時はこんな顔になってる方だから、多分そうだったんだろうなと。そしたらその後1ヶ月後に今度は岩手日報 の上等手段で、やつらはもうインスタントリーにすぐヒトラーに持ってくる、ヒトラーの時はこれ太田城って別な記者なんですけど、これも初めて僕に会って、で僕はもうとにかくニコニコしてこうだった。そしてこの日の6月15日だから今度おふくろが出会う、何あんたらしばらね顔してる恥ずかしいじゃん、おしょっす
いや、そんなこと言われたって仕方ないでしょ、あなたに似てるんだからあ、すいません。ということで、現在今日初めての方もおりますけど、健康教室はたくさんのサポート、これはもう全くボランティアで、NPO なども模索してますけれども、もうなんかみんな金だとか手間で手間やだから、もうこのままやってるんですけど、心優しき働き者たちがいるがために、こんなに大きくなったんですけど、もともと妻の上でやった時は僕が演者で、年老いた親父が一人だけでした。二人でやってました。まあいいや。で、今やパスポートなんて言って反抗して豪華芸人ってみんな狙ってるでしょ。で、ハガキなども出したら、とにかく来いよ来いよ来いよってやってますので、どうぞご住所など悪用しませんので。それから今は DVD で貸し出しもしてますし、今この瞬間にもネットで見ることができるので、変なこと言えないんだ、まあ、それから今日の民謡三味線も含めエンターテインメント、でこれが DVD、 あんまり知られてませんけど、大通り四つ葉と三重四つ葉ではお借りすることができますので、必ず返してくださいね。はい、歯抜けになるとちょっとで、大変な、その大阪大学の森下隆一っていうのは、今アベノミクスで安倍総理大臣 の医者としての懐刀みたいな人なんですよ。ここに来た彼は、まあいいや。これは感謝の手紙いただきまして、名前などは伏せましたけど、私の患者さんじゃないんです。で、こうして見ても僕のクリニックに通ってない人たくさんいるんですよ。それはすごいことだろう、自分で僕は思うけれども、僕の患者さんじゃない方々が噂を聞きつけたり、友達に誘われたり、いろんなことがあって来ていただいて、でこれは来月のうちの健康教室で中津川病院の松島先生が講演しますけど、松島先生が認知症の寸劇なんかやったんですよ。でそれでとても感じて、そう厳しい認知に陥っている自分のお母さんを、この方もおばあちゃんですかね、おばあちゃんのお母さんを、ま、松島のところに連れてったら、当然松島は俺に怒られるからでもないだろうけど、非常にちゃんとした、もちろん。そしたらとても感謝しましたというわけで、なんていうかな、思わぬことが起きるんだなと思いました。ただしこの教室参加は自由参加ですので、本当は私の患者さんで心筋梗塞を患ってステントを入れて胸に傷があるような人にここに来てほしいんだけれども、実はあまり来てません。というのはもうみんな俺に任せばいいんだぐらいになってるからなんですけど、やっぱりそういう人たちが本当は一から基礎をもう一回学び直してほしいと思います。ともあれ、僕のような何にも成したことはないんです。僕は実はそういう、僕がまあ教室を継続していくとか、何もやっても長続きしなかった自分をまあくじけないように駆り立てて救ってくれたかと思っています。まあ、結果かけがえのない先輩友人たちが教室に参画していただけましたので、そのためにね、病院と診療所の連携ができたり、診療所と診療所の連携などが構築されていくと。今日はまさに遠藤正樹先生という名誉を得て、新進連携がね、充実している10月にオープンして、僕はとにかく遠藤正樹を早く皆さんにお披露目して、もう川松先生が消化器腹が困ったらもうエンドでエンドでっていうふうにしたかった、そういう場であります。これは、この後7回忌しました私の父親であります。丸二木工の家紋でございます。で、まあ、ラジオ盛岡で毎週木曜日に 76.9 でやっているという話やら、講演会やセカンドオピニオンはいろいろ引き受けておりますし、まあ、いろいろ県外に出ることも機会を得られることもあって、まあ、自分が何やってきたかというと健康教室をやってきたぐらいなものですけれど、何かを啓蒙できればと思います。平森教授は言いました。どんなに診断技術が著しく進歩発展した現在でも、やっぱりちゃんと診察せねばならない。お話を聞いて見て聴診打診をすると、それでまあ、プロはある程度の検討が尽くし、うちは医療事務員看護師からきっちり問診が始まって、でも僕も何も聞くことがないぐらいに厳しく問診するようなことを教育してますし、それでも
あのスタッフには言えないでやっと俺に言うこともあるし、逆もあるし、だから物を聴取するときにはやはり手や耳や目がたくさんあった方がいいんだろうなと、まあ、思っています。ですから一般的な診察でもやはり問診だから、患者さんは自分を隠さないで喋ると。ただあのとても皆さん喋るので長いんです。加藤整形外科よりは待たせません。間違いですと。というわけであのうちは電子カルテですけど、あのアナログのカルテももうちょっと溢れちゃって どうしようかというところ、聴診器もだいぶ壊れました。これ今使って僕多分医者の10個目なんですけど、あの非常に愛用しておりまして、だいぶ傷だらけですけど、あのこのハートマークなんですね。で、あと僕が死んだら棺桶に入れてねって。で最近はあのハイテクの電子聴診器ってやつ、あの これじゃないと聞き分けられない弁膜症の音もあるんです。あの趣味としてはやってます。診察室汚い、こんなじゃないです今、ね、あの皆さんびっくりしてる。これ最初、あ、それで、これはあの、僕のやっぱりポン友で、ここでも何度もお話してますけど、あのとある画家がいるんですけど、画家があの僕らは元宮というんですから、あのカズマの方から見ると岩田さんってこんな形、ちょっと変な形してますけど、でそこから見たの僕を描いたんですけど、あの古山が それを、まあ、あのこれうちのクリニックのアトムがここにいると、アトムの下に季節ごとに書いております。あ、これは、まあ、僕の希望ちょっとくすんでると。で、健康教室の話をちょっとします。あのこれここまで言って、しますね。今日今このチラシを配ったかと思うんですけど、あの、来月はどうだ、3月はどうだこうだっていうものを、あの医療の川村さんたちがあのプリントしてくれましたので、あのいろんな問題があってあのエンジンが変わることもあったりしますけれども、この6人、私を今日の私を入れて変わりません。あの何が何でも変わりません。この時です。さて2月15日は長津川病院と先ほどお話したあの松島大輔さん、で彼はあのすごい生真面目なあの総合内科医なんです。それで今認知症やらあの人間の、まあ、死地というようなことにあの、魂がそこら辺を全部見ていて、あの、まあ、こういうタイトルであのお話しいただきます。2月15日。でこの日はエンターテインメント部門はあの佐々木直隆といって僕の友達ですけど、あの世界中旅行して歩いてるあの添乗員ですけど、あの岩手県の郷土落語が稲川金助があの生命の尊厳を語る落語をいたします。いいですか。松島と落語だから3月は、岩手大学乳腺外科の柏山先生が、まあ、今のおっぱい外科 の日本の6本という意味がありますけど、あの乳がんの正体その基本と最新情報ということで3月15日で、柏山先生の時は、そのこのすぐそばのシャンティシャンティでのヨーガの北村真澄先生が、毎日で一度やりましたけども、あのおいでになります。柏山とヨーガ、で4月はこれはスペシャルイベントで、ご年配の方はお分かりだと思いますけど、重量挙げのナショナルチーム、つまりかつての、弟さんですので銅メダリスト三宅義之先生が、あのアスリートを育てる指導者の在り方、つまりこれはなぜかというと、岩手国体が後で言いますけどこのままでは10位だ20位だで終わった場合、あの恥ずかしいな、天皇杯は無理だなんて最初から言っちゃいけないし、なんとかならないかということで、あの体育協会スポーツドクターとしては僕はこの辺に三宅先生を呼べたので、あのこの夜はスーパーキッズに講演してもらうことが今起きてるし、あのなんていうかな、あの三宅先生が、お嬢様を育てて、あのどういうことをしてきたっていうことをどちらかといえば教会の指導者たちにあの
話を伺いたい。でもこの場に来ますから、この場に来ますからです。で、これ出したら、あのひろみちゃんが来るのかってみんなよく言われて、来ません。あの来るのはお父さん。ひろみちゃん来ませんからね。一応ひろみちゃんにはアプローチしてますけど、来ません。でこの日はあのエンターテインメントはあのなし。で149回はあの今こう一応代表で宮田先生、あの今日のこの桜島大根の主ですけど、宮田先生らによる、まあ、岩手の食材で真の健康増進というかいう、まあ、これは仮のタイトルですけれど、今あのこういうことをやはり考えないと、あの岩手の、農業者たちの足がないと、そこをあの僕は残りの人生 の半分ぐらいをちょっとこの問題にかけようかという気になってきたので、あの本気でちょっと やります。で、まあ、宮田先生5月17日やるときに、このときに後で述べるようなあのスーパーシェフが来ます、多分。あでこの日は、この日は、ベリーダンス2回目が来ます。つまり、岩手の食材でベリーダンス。なんでこっちか。で6月21日は、皆さんちゃんとカレンダーにグリグリっとしないようなんですよ、家に帰って。カレンダーにグリグリっとして、ね、赤ペンでグリグリと。で、遠藤先生に、胃がんとピロリ菌と先生がおっしゃったので、僕は大体その後つけるのは、その密接な関係についてということで、ある種の胃がんがピロリ菌が原因だということなどについて、要するに講演いただくし、多分、消化器全般の話にもなるんですけども、遠藤先生。で、この時は、今日あの天川の後ろにいますけど、ね、あの後ろにください。先ほど彼があのそのストレッチフィットネスナチュレというのをあのやってますけども、あの大体僕は今週2回あのやつにしごかれてあの体の矯正を してまして、あのつまりこのままではいつ死ぬかわからないので、もうちょっと長くしないと未完成で終わるわけ。あのナチュラルで頑張っておりますが、どうぞあの究極にはエクササイズは絶対必要ですから、やっぱりこういうものは必ず と、あこれはあの伊藤靖子書家が僕の名前を、顔とか体をうんってやるとこうだって言って書いてあるんだけど、へえと思ったの、へえと思って、すごいなと。でじゃあ靖子さん、これちゃんとこうやってあのハンコでも作って売ったらいいんじゃないのって。これはなんか猫みたいでしょ。まあいいや。ということで、まだ時間あるかな。今日すごく飛ばしてますけど、まだいいんだよね。テレさん来てないでしょ。今まだ時間、僕ちょっとすごい早すぎた。3時10分から三味線がありますけど、そこで今日はチロルのチーズケーキが振る舞われますので、でも次行っちゃいますよ。じゃあで1月先週の水曜、今週の水曜日に岩手朝日テレビの取材を受けまして、インフルエンザの予防と治療っていうことをインタビュー受けまして、来週の水曜日のいいですか、来週の水曜日の6時15分から6時55分の、皆さんあんまり IAT は見ないと思いますけど、5チャンネル、5AT でインフルエンザの予防と治療ということでお話しました。何秒間取られるか分かりませんが、視聴率ここボンと上げてみたいと思っちゃってるんですけど、で実はインフルエンザはほとんど流行ってないって3日前に喋ったら、今かなり流行ってきました。この日まで持たないかもしれないっていう。で栄養指導です。今なお東北地方はやはり塩分の摂取が多いと。で、まあ、つまりその昭和の60何年ぐらいにいろいろな試みでだいぶ日本も減塩されたけれども、やはり今は右余りであって、まあ、食塩摂取はいろいろ言われるものの、結果的にはいい成果が得られないのが本当の事情です。例えばつまりそれは、まあ、おふくろの味は本来漬物でしょっぱいけれども、それが袋の味で、まあ、レトルト食品などにさりげなく大量の食塩、しかもその NaCl というそういうものが含有されているような
自傷の量です。私のクリニックでは肝葉と、間を少し置いたところで岩手県栄養士会と盛岡市会の協調というところに手を挙げて青山恵子先生にずっと来ていただいて個別指導をやっております。僕はこれは名実ともに日本一だと僕は思ってますけど、日本一このちゃんと管理栄養士による栄養指導をやっているクリニックだと自負するわけであります。食品交換表で小鳥糖尿病など、つまりこれがしっかりさえしていれば、その後の運動療法薬物療法運動療法薬物療法などという3つの治療法に一通りの一応の足がかりを築けただろうと、思うわけです。ですから青山先生はまだまだやっていただきたいということで頑張っております。例えばこういうふうな食事で夕ご飯にですね中瓶のビールを2本飲んだとしてもトータルで1800キロカロリーの中に含めることすらできる。プロだからプロの管理栄養士がちゃんと算出した食べ物っていうのは全然違うなと僕はやはりお茶碗の中のご飯の量などをうまくやって炭水化物を工夫したりすればできるんです。ということでアンチエイジング食をなんかできないかということで僕の一つのかつての野望はグランドホテルのディナーを僕がメニューを作るということでグランドホテルの 石塚部長といろいろもさ、なんかできないかっていうことでずっとやってて結果的に今何やってるかというとオスビルの4階のポルトモヌールっていう、ところで毎月アンチエイジングランチをやる。それは僕が今月のお題は何々って言ってそれで料理の鉄人みたいな今月はポタフとかなとか言って、それを佐々木シェフが考えてそれをキャッチボールをして毎朝です。幸い11時半から2時までなんですけど大体12時前に1日限定10食ですけど、これのファンが多くて すぐなくなります。で今20食にできないかって言ってますけど手間がかかって無理だって。でも結局これねこれではやっぱり足りないんですね。これは少ないぞって僕が思ってるからでしょうがないからここにケーキ頼むわけです。これで1260円がコーヒー付き でケーキが350円とどこがアンチエイジングかって宮田先生に思われるんです。これポルトモヌールのスタッフです。これ佐々木君で今僕は週に1回柳屋本ってやって柳屋の親父にいらっしゃいませっていうの聞かないとダメなもん で僕はレアチーズ麻婆豆腐ラーメンってのが好きなんですけどアンチエイジングがいません。で今なんと柳屋 の社長会長らと相談して柳屋におけるアンチエイジングラーメンを今模索中こうご期待どうするかやりますか。ということで、ここまでか。で、実は多分食事の本質はこれにあるんじゃないかなと思っているもの。今日チラシの中には大きな紙があったんですけど、これは生活、いわゆる俗に生活クラブというんですか、新聞みたいなんです。で、生活クラブ、生活協同組合のは、簡単に言うと、私のうちでは生活クラブを徹底的に食べさせられてるんですが、それは何かというと、究極に食品添加物を本当に外してる遺伝子組み換えも徹底的に外してるっていうのでつまり日向牧場がどうだとかいろんなことをグループ購入しながらやってるんですけど、つまり実際値段が高いのでなかなか広まらないという事実があるようですけれどももし感銘を受けた方はちょっと覗いてみるのもいいかもしれません。ちょっとご案内します。さて今準備ができましたので、テリーさんから民謡チャンスを始めますので、それを聞きながら、ちょっと休憩をしながら、美味しいチロル大川さんの作ったチーズケーキもいただくということを始めましょう。一旦休憩。トイレは1、2、3、4、5回全部行ってトイレ行く方はどうぞ。じゃあ準備を
後ろに行くんだぞ。あとコーヒーはのコーヒーしかありませんけど、コーヒー飲める方はコーヒー。あのテレビご視聴に来ていただきました。どうもお忙しいところありがとうございます。ご挨拶はい、こういう席に突然、三味線ということで、まあ、肩の力をこう抜いていただきまして、休んでいただこうと思いますけれども、なかなかね、こういう生で、日本古来の楽器とはいえども、なかなか生でお聞きになる機会は少ないと思います。今日は年配の方が中心かなと思ってきましたが、結構若い方も、いらっしゃるので、これから、演奏する曲を今頭の中で何をやったらいいかなと何かこうお話ししてますけれども、まあ津軽三味線を中心に、お楽しみいただければと思います。まずはやはりここは、岩手県ですので、岩手県の最も、人気のある南部の周囲の花はこういう後ろ歌というのは尺八で演奏するんですけども、今日は尺三、そして、外山星という曲を盛り込みながら一曲目をお届けしていきたいと思います。
本当に最近ここ1週間くらい前からだいぶ朝あの冷え込みが強くなってきました。そんな折ですので、自分だけでも気持ちだけでもちょっと南国ムードを味わっていただこうと思います。2曲ほど用意しております。元はですね、こういう、日本古来の楽器ではあるんですけれども、古くは、中国から琉球地方に渡りまして、今でも沖縄では三線という、まあ蛇の皮はありますから三味線と言いますけれども、そういう楽器が、日本本土にも出してきまして、今や、日本の民謡の、伴奏に持ってます。もちろん生まれた、から機材全て三味線を使いますけども、そういう形になっております。ですからこれは津軽三味線とよく言われますけども、太棹こんな三味線でも沖縄の三線と何ら違いはないです。演奏方法も全く同じであります。砂糖とミルクをお使いになるかと思います。大丈夫です。10代の方々でしたら本当に、なじみの深い曲だと思います。私も今63歳になりますけれども、中学時代はエレキ、ギターですよね、ベンチャーとかいろいろやっていました。そんな関係でちょっと三味線でもそういうエレキギターの真似事ができないかとやってみました。聴いてください。2曲ですか、沖縄の、ベンチャー、これが一番なんか
受けるみたいな。ですから今日はもう思い切って最初から花から演奏してみました。まあこういう3本のね弦しかないんですけども、いろんなことをできます。こういう面白い楽器でございます。では、まあ本題に戻りまして、ジョン・カラブッシュ、では聞いたことありますよね。まあ、ツナルジョン・カラブッシュが、ツナル三味線のツナル民謡の原点と言われております。もう簡単に言いますと7種類ぐらいジョン・カラブッシュがございます。先ほど演奏したのが、まあよく戦前流行った旧武士、それで戦後間もない頃、本当に、日本が大変な時期に流行ったのが中武士、ちょっと寂しげな曲になります。それで、新武士、それで今はもう民謡の伴奏したことない若者でも津軽三味線競技会、全国大会がたくさんございます。そちらでもう腕を競っている現代の演奏用の津軽三味線ですから、同じ演奏しましても全く、総教に近いわけで、もう一回はすっかり同じことっていうのがなかなかあったのかもしれません。もうお客さんの反応を見ながら、今日はどういうことをやれば受けそうだなとか考えながら、拍手いただくところでいただけないとこちらも苦しくなります。ですから皆さんも、頑張って、私が頑張っている時一緒に頑張られると、もう息継ぎが、非常に苦しくなりますので、そういう時には遠慮なさないで、手拍子なり拍手なり、また息を、自由に吸っていただければと思います。それでは、ジョン・カラブッシュを演奏していただきます。
先ほど言いました中伏というちょっともの悲しげな、ジョンカラ節から、ちょっと狂言用までいろいろな、ジョンカラを混ぜて演奏してみました、まだまだ、やればもうジョンカラ節だけでも1時間2時間かかっちゃうんですけれども、まあこの後は次のお楽しみということで、今日みんな出してしまうとまたあれですのでね、また機会ありましたらぜひ、精神をお願いしまして、またお会いしたいと思います。お疲れ様でした。青木さんにまた拍手。チーズケーキ一緒にありますから、鳥取に食べてない人、プルトリコです。